はい、タカチューブです。今日は夫婦でなかなか夫婦でやることはないんですけどね、初めて夫婦で動画を出そうかなと思って、ちょっと夫婦チャンネルも作ろうと思ったんですけど、一回タカチューブでちょっと勉強しようと思ってます。で、初めて夫婦で出す第1弾がこれアジのフライ素揚げ、マジです。これね、奥さんが釣った。そう、私が釣ったんです。そう、私が釣った。大きかったね。私のアジ、すごい大きかったもんね。そう、これを今から検証するんですけど、何の検証かというと、これをナイフとフォークで食べれるのか、ニューヨーク、やっていこう。ちょっとまず塩をしていいですか。塩、はい。うお、塩、塩きましたね。塩、おいしい。ああ、おいしくなる。うお、おいしくなる、マジ魔法。じゃあ取り分けましょうかね。ちょっとカッコつけてこんな感じでいいですか。いけるの？うん、ちょっとカッコつけて使ってみようかな。ではゆきさんにはこれを。ああ、うん、頭取れちゃった。うん、頭取れる予定じゃなかったんだけどね、頭取れちゃった。頭。じゃあ僕にも一匹お願いします。あら、今度は半身になっちゃった。あいや、あいやよし、じゃあとりあえず検証していこう。フォーク、ナイフで食べれるのか。ではいただいていこう。いただきます。カリカリですね。うん、めちゃめちゃカリカリやん。お、意外と刺さる。刺さった。いただきます。刺さった。うん、うん、バリバリ。俺バリバリじゃない、俺刺さんねん。下手くそか全部壊れていくんやけど。崩壊中や、崩壊中。刺さった、刺さった。あ、いける、全然。ほら、うん、刺さった。俺も刺さった。うまい、うまい。いただきます。うん、うん、うん、ダメだ。でも刺さるっていうことは頭しか刺さらん、うん、あんまり上がってないってことやね。いや、上がっとんね。あら、ダメだ。でもしっかり上がっとんね。でもこのやつは刺さらないね。もうダメ。どうした？手で食べる。もう刺さらんばい。ちっちゃすぎる。お、ちっちゃすぎるので、もう手でいただきます。うん、うん、じゃあ俺も手でいこうかな。おっぽ、残ったのはね、後でちゃんと食べますかね。じゃあ俺は手で、手、いこれ、あー大変や、事件事件。もう全部こっから食べていこう。中骨、いい音させてますね。
いいつまみですね。レッキレでビールいかん。いや、もうだってもうそんな感じじゃん。意外と思ったより刺さったかな。乗り気じゃないってこと？いや、乗り気じゃないんじゃなくて、もうなんかそういう感じじゃなかった。いや、あとでビールにうーって行くって言ったやん。言っとったけど、思ったよりだって神戸で食べて、もうなんかこれで、高い高い。やりすぎやろ。濃ゆすぎやん。ちょっと上がってる。めっちゃうまい。サザプロやね。全部バッタッサザプロ。ああ。大変だね。サザプロやね。うまい。うん、うまい。うん。これなんかもっといった。こつけとんの。じゃあ渡す。
意外と塩が見えてないっていう。ごちそうさまでした。一緒にごちそうさまでしたって頭ちょっと下限かよ頭なの。うん、こっちいいよ。ごちそうさまでした。ごちそう。なんだわんのよ。せーの、ごちそうさまでした。バイバイ。オッケー。じゃあ行くわ。せーの。もう次せーのって言わんけん。言わんかったらいつすんのって、うん、はい、じゃあ今日終わりたいと思います。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。